はい、岩佐です。スパトレイルということで、見事優勝、小林啓太さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は結構どう、あの展開としてはドラマティックな展開だったようにも思いますけど、はい、最初はね、3番手って言ったんですけど、そうですね、はい、どういうような今日は一日にしてます。そうですね、まあ、事前に一応コースも確認をして、まあ、そうですね、その29キロの A にあたりまでは、まあ、比較的ちょっと抑えめで入っていこうかなという、うんうんうん、あの計画ではいたので。最初早かったですか、最初のペース。いや、ですね、ちょっと自分もあの体調があまり良くなかったので、うん、抑えめで入って、うんうん、でまあそうですね、 A2 あたり確かトップ5分差とかそれぐらいだったので、うん、まあ、自分の調子の割には思ったより離れてなかったかなっていう印象は、はい、受けてましたね、はいはい、そうするとまあ比較的みんな慎重に行き始めて、はいはい、で臨り行、はい、でそこあたりから少しずつこう、はい、まあ、みんな疲れも溜まってくるところだし、はい、展開してきたって感じなんですかね。大瀬さんが前にいましたよね。はい、うん、そうですね、のぞりっこの後は自分も結構あの後半やっぱり徐々に足が来始めていたんですけど、うん、まあそのチェックポイントとかエイドごとで、うん、まあ、だんだんあの距離が、うん、距離というかその、トップ差が縮まっている感触はあったので、うん、なるほど、ちょっと聞いたんですね、はい、そうですね、うんうん、でなのでそれであの自分の中でもう目の前に来てると、まあ、迫って消えてるなと。そうですね、はい、で、だから、チェック第3エイドステーションの、はいはい、あそこで、はい、そうですね、そこまで菅さんと一緒に入って、うん、はい、で菅さん、まあ、エイドで自分の方が先に出て、ね、うん、で茶穂摘みの、うん、あの、うん、ところの、3キロ手前ぐらいで大須さんの姿が、うん、あの見えて、でそこから3キロぐらいで徐々に差を詰めていって、エイドに、まあ、その最後のエイドにあのほぼ一緒に入って、で、また自分の方が先にエイドを出て、でそのまま一人で、はい、行ったというような、はい、その茶摘みゴケ公園のエイドの手前とかで、はい、まあ、前後して何か話したりしましたか、はいはい、いやでもあの自分がギリギリようやく追いついたような感じだったので、うんうん、あんまりこう会話をする暇もなく、はい、うんうん、いった感じですね、はい、あ、そのエイドの直前で、ね、追いついた、そうですね、エイドの直前の前のちょっと手前3キロぐらい、そうですね、ぐらいで、はい、というわけで、まあ、見事な優勝だったんですけれども、小林さんといえばこの春の UTMF では8位、はいはい、という大活躍でしたし、今年はまさに小林さんのブレイクということなのかなと思いましたけれども、もともと小林さんのバックグラウンドとしては、はい、ランニングかマラソンとか陸上とかそういうことされてたとか、自分はあの高校時代に長距離を、うん、やっていて、まあ、うん、あの父も、うん、まあ、フルマラソンやっていたりとか、うん、兄も、まあ、陸上やっぱりやっていて、うん、っていうような影響であったんですけど、うん、まあ、ただ高校終わってから10年ぐらいブランクがあって、うんうんうん、でそこから、うん、あのダイエット目的で、ダイエット目的で、はい、始めてっていうような、うちに健康になってきたので、そうですね、はい、うん、そこからです、ね、なんかちょっと冠城さんに似たかもしれないですね。あ、そうですね。そういう風に再開されてからっていうと、はい、もう何年目ぐらいとか、トレイルはなんで今年3シーズン目3シーズン目、はい、うん、というわけで、まあ、ね、今お年伺ってですね、4月で30歳、はい、30歳に、はい、というわけで、ますますこれから活躍が期待されそうされる小林さんですけれども、定番のお話なんですけど、このシーズンの目標というか、あの予定しているレースとか。そうですね、まあ、いくつかレースも入れてはいるんですけど、はい、一応その本命は秋の破雪年にちょっと絞っていこうかなと思ってます。破雪、はい、年は今まで出場はされて、去年初めて、はい、去年どれぐらいのタイム、去年がですね、8時間43分です、うん、はい、そうするといよいよじゃあ7時間とまあ、あのうまくいけばそれぐらいはちょっと狙っておきたいなと思います、はい、ありがとうございました。小林啓太さんでした。今シーズンますます楽しみにしてますので、ありがとうございます。